め。おお、見つけたぞ。頭かち割るぞ。いじめは嫌ですが。私の番ですね。ストリップ劇場か。年季の入った建物だな。おい、一番、アルバイト募集だってよ。ほう、時給900円か。ここで働けば、お金ももらえて一石二鳥じゃねえか。一石二鳥？お金稼ぐのと、もう一つは？え、それはその、社会貢献？どうせならもっとうまいこと言えよ。冗談よ。でもこのバイトはショー見られないわ。え？そこの担当者と知り合いなんだけど、バイトはモギリや機材調整係だって。ああ、そうなんだ。それに下心で門を叩く人はすぐにわかるってさ。違うぞ。俺は真面目に働こうと思って。ふーん、別に何でもいいけどね。ま、楽な仕事なんてねえよな。入ってくれ。高部の頭から会長と差しで話してもいいと許しをもらいました。ああ、聞いてるよ。今日お前らが何をしてきたのかも全部な。よくやってくれた。今俺がこうしてられんのもお前らのおかげで。清流会は無事だったんで。無事とは言わん。組の二三割の人間が家を出て近江の側に着いた。残ったもんにもわだかまりが残ってる。異人町の三す組がまがいもんだったと聞かされちゃうな。ハンピン竜満の長は孫妃に総帥の座を譲ると言ってました。それも聞いてる。何でもお見通しですか。そう遠くない未来を見ることもできる。いずれ清流会は近江連合の傘下に入ることになんだろう。え？この町のグレーゾーンにしか居場所を持てなかった人間には肉の壁こそが頼みの綱だ。だが肉の壁が崩れかけている今、彼らには死活問題が訪れる。荻窪豊が神通力を失ったと、そういった噂が政界に流れ出した。都知事がそれとなく広めてるそうだ。敵ながら手際がいい。若が
長年にわたる幹事長の偽札ビジネス。そいつが世に出りゃ民事党は吹っ飛ぶだろう。だから知事はこの件で口を紡ぐ代わりに荻窪の後釜に収まることができる。あの若さで幹事長とはな。よくわかんねえんですが、幹事長ってそんなに偉いんすか？幹事長の役割は選挙の指揮と勝利だ。今の青木亮になら思いのまま候補者名簿を作れる。つまり日本の与党を、この国を好きなようにできる。この国を好きなように。だから奴の次の一手は総理に解散総選挙を迫ることだ。解散総選挙？バカな、このタイミングで。総理、荻窪先生に頼れなくなった今、さぞ不安をお感じでしょう。ですが私にはあの人よりも総理をお支えできる力があります。今総選挙となれば議席の3分の2以上を確約しますよ。何か具体的な策があるのかね。民事党が弱い選挙区にはブリーチジャパンの支部長たちを立てます。どの地域でも彼らは強い支持を受けています。何よりこの私が後ろ盾ですから、我が党の圧倒的勝利であなたの個人的な政治悲願も叶うでしょう。おお。総理は今ご自身に党内の求心力があるとお思いですか？荻窪先生の後ろ盾もなく。答えにくい答弁は議場でだけにしてほしいね。私を幹事長にした上で解散総選挙、それが飲めなければ荻窪先生の裏の仕事が世に出ます。現政権どころか民事党も消し飛ぶでしょう。いや、しかし都知事が幹事長を兼任した前例など、何より年齢が若すぎる。なら私を止められる年寄りを連れてくればいい。もちろんそういう人がいればの話ですが、どこかにいらっしゃいますかね。肉の壁を崩したのは青木亮の野心だ。近江連合を動かし真淵を操った。それをやれるのが今の青木亮の力だ。いや、荒川雅人だったな。春日、今お前が事の渦中にいるのは巡り合わせに過ぎん。ソープの店長が死んだ時、その場に居合わせたのは偶然だった。そう思うよな？はい、そうですね。だがお前が偉人町に流れ着いたのはおそらく必然だろう。え？どういう意味で？いつかの偽札、今あるか？会長はこれを誰が俺に持たせたか知ってるっておっしゃいましたよね。ああ、その偽札を持っていることができた人間はこの世にただ一人。
誰なんです、それは。荒川真澄だ。おやっさん。いや、でも俺はそのおやっさんに撃たれて。ああ、お前は荒川に撃たれた。だが荒川はお前をこの町に運び込ませるために撃ったんだとしたら。え？その偽札はこの俺への紹介状だ。もしもお前が俺の元にたどり着いた時、春日一番が荒川真澄の身内だとそう知らせるためのな。紹介状って、なんでそんなやり方を。俺の見立てじゃ、青木亮の野心とはまた別の動きが荒川にはある。別の動き？それ一体。そこまではわからん。だがそれを紹介状として使ったのならよほどの事態だと察するがな。会長、あなたと大家さんとはどういう。そいつは長い昔話になる。だがその話をするのにふさわしい場所はここじゃねえ。平安楼だ。平安楼。俺と荒川との因縁は全部あそこから始まって。北京ダッグが好物らしいな、あいつは。ええ。明日のランチでお前にも食わせてやる。席を予約しておこう。なあ、
おい。村長、ん？うちの相棒が気になっていることがあるってんで来ました。俺がここに運び込まれた時の話です。あの日あんたが一番を見殺しにしなかった理由、そして病院に運ぶでもなかった理由、もしよかったら話しちゃもらえませんか？そうか、分かった、話してもいい。どうせもう潮時だろうからな。潮時？ああ、このホームレス街には昔から秘密の取り決めがある。ここで村長と呼ばれるまとめ役に代々引き継がれてきた掟だ。掟？そりゃどういう？不定期に運び込まれてくる死体の処理だよ。え？死体の？それを運び込んでくるのは荒川組ってカムロ町のヤクザだ。見返りに俺たちはいくらか握らせてもらう。荒川組ってマジっすか？でも昔からってことは登場会の時の？詳しくは知らん。ただそういう仕組みができてた。俺がここに住み着くずっと前からな。処理する死体はいろいろだ。撃たれたのやら刺されたの殴られたの、どんなんだろうがゴミの山の下に穴掘って埋めちまう。何体埋まってるかは知らん。バブルの頃は月に一度はあったらしい。俺が村長になった後も3人運び込まれてきた。殺しの荒川組か。ただし運ばれてきたのに息があった場合はさらに裏の取り決めがある。いや、今までの話も十分裏でしょ。運び込まれた人間に息があった場合は死んだことにして救って逃がす。え、なんでそんなこと？自分を死んだことにしたいって人間はいつの時代にもいるもんだ。借金で夜逃げしたいやつ、組織に狙われて逃げているやつ、そういう連中をここに送り込んで死んだことにして逃がしてやる。もちろん代わりに金は取るんだろうがな。とはいえ荒川組にしたってバレちゃまずい仕事だ。だから滅多にないケースなんだがな。じゃあ俺の場合にその取り決めがあったからあんたは俺を助けてくれた。そういうことだ。俺を運び込んできたのはどんなやつでした？荒川組のもんだろうが俺もそんなのまで確かめやしない。そいつは車のトランクから血まみれのお前さんを下ろして、そして相場通りの金を俺に握らせるとすぐに帰ってった。最後まで一言も口を聞かずにな。
すまねえな、イチ。死んでくれ。頼んだぞ、イチ。なんだ今の。ん？おやさん、俺を撃った後何か言ってたみたいなんだよ。多分頼んだぞ、イチって。なんだそれ。いや、確かに言ってたんだ。夢じゃねえと思うんだがよ。よう、一番。は？希望を持つなとは言わねえ。だがな、お前がここに来た時、マジで生きるか死ぬかの瀬戸際だった。ちょっとした行き違いがありゃ死んでたはずだ。お前が荒川のことを信じたくなってるのはわかるけどよ、俺にはちょっと。それでもおやっさんは俺を撃たなきゃならなかった。会合に来てた他の極道たちの目があったから。ん？いや、なんでもねえよ。忘れてくれ。先にやらせてもらってるよ。いいんですか、ごちそうになっちゃって。お前がおごってくれんのか。そうしたいですけど、支払いはこれじゃまずいですもんね。どうやらゆっくり飯を楽しむ気分じゃないか。うまい北京ダック、俺にも気持ちよく食えるようにしてください。あなたとおやっさんがそういう関係なのか。俺に気持たせたのはあなたですよ。偉人帳の偽札は戦後間もなくから人知れず作られていた。先代の清流会と半品流マン、その一握りの幹部だけが知る極秘の事業だ。ただしその他に何人か偽札の運び屋を雇ってもいた。運び屋？そのうちの一人が旅回りの役者だった男、荒川敏夫だ。そいつは荒川真澄の父親だ。え？
ある時彼はトランクいっぱいに詰めた1億あった偽札を紛失してしまったと言ってきた。そいつはどんな理由だろうが許されることじゃない。青龍会は他の運び屋たちの手前けじめをつけなければならなかった。だが偽札のことを知る人間は一握りの幹部だけだ。けじめを取るにしても組の下っ端に任せることはできなかった。だから先代はいずれ組の跡目になる俺にその役を命じた。ってことはまさか会長は。そうだ。つまり俺は荒川敏夫を、荒川真澄の父親を殺した人間だ。荒川敏夫と個室にいたのが誰かは事の直前まで知らなかった。それがまだ14の息子だと分かった時にはもう引き返すことはできなかった。殺された親を最初に発見するのがその子になる。そう分かっててもなおだ。後で知ったことだが、偽札が紛失したのは荒川敏夫の妻とその愛人が盗んだからだった。二人は海に沈んで消えた。死体も上がっちゃいないがな。じゃあ大家さんは両親を一度に。ああ、そして座長を失った一座もその後解散。荒川真澄は役者仲間数人と流れ者になった。何者も頼れない彼らが生きるには極道にでもなるしかなかったんだろう。東京の神室町でな。荒川が入ったのは東条会の枝で氷川興産って組だ。ずいぶんきついとこだったらしい。殺しも平気で請け負うような組だったみたいだからな。だから氷川興産はしょっちゅう死体の処理に追われていた。マジですか。荒川真澄も当然それを手伝わされたわけだが、ただその死体の始末に彼はわざわざ横浜の偉人町のホームレス街を使うようになっていった。え、東京の組なのにどうして。少しでも横浜に来る機会を増やすためだ。そうすれば父親が殺された町で犯人を探すことができるからな。そうか。その時からおやっさんは偉人町のホームレスと死体の始末を。荒川は偉人町に通っては執拗に前科者や極道の顔を探し続けた。たった一つの手がかりを頼りにな。あの日一瞬だけ見た怪しいボーイの顔、それだけをひたすら追い続けた。そして事件から7年が経っていたある日、俺のもとにこの平安楼への招待状が届いた。差出人は荒川真澄。素性を隠す気もないその手紙に俺は逃げられるもんじゃないと悟って、だからボディーガードも誰もつけず俺はたった一人で荒川からの招待に応じたんだ。一人で。でもそれは危ねえだろうな。きっと殺されるだろうと思ったさ。じゃあどうして。どの道ろくな死に方はできん関与だ。
あの時の子供に殺されるのならいくらかマシなんじゃねえかってな。俺にとってあの殺しは喉に刺さった小骨みてえに引っかかってずっと消えなかった。今お前の座ってる席に荒川も座ったよ。ここに？ああ、まだ二十歳を過ぎたかどうかってその目はもう何人も殺めてすさみきっていた。そして俺はなぜ荒川敏夫をやらなきゃならなかったのか、その理由をありのままに伝えた。どうせ殺される身だ。偉人帳の秘密だった偽札のことも全て話した。その間銃を手にしていた荒川はいつでも好きな時に俺を殺せたはずだった。だが俺の話に全く口を挟まず、全てを聞き終えると荒川はゆっくりと席を立った。そのまま出て行こうとする荒川を俺は引き止めた。復讐しに来たんじゃねえのかってな。で、おやさんは？あんたがふてぶてしく俺の正体を無視してくれりゃ背中から撃てたのにな。そう言って出てったよ。おやさん。1984年に日本の満札は聖徳太子から福沢諭吉に変わった。その時自分の組を持つまでになっていた荒川に俺は贈り物をした。贈り物？ああ、福沢諭吉が書かれている新しい偽札を送ったんだ。それもわざわざ裏面を白紙にした特注のエラー品をな。なんでそんなものを？説明は難しいな。まあ強いて言えば恩義とけじめの気持ちだ。恩義とけじめ。ああ、俺は荒川の招待を受けたあの日殺されるはずの人間だったんだ。だが彼は俺の命を取らず胸に仕えていたものさえ消し去ってくれた。それだけじゃねえ。偉人さんの均衡を保つことも彼のおかげで続けられたと言っても過言じゃねえんだ。すげえ。荒川には途方もない恩を受けた。だがけじめの気持ちも忘れちゃならねえとずっと思ってきた。その気持ちの印がそのエラーの偽札だ。偽札の秘密は俺や偉人帳の急所だ。だがその秘密が保たれずっと偉人さんが成り立っているのは荒川のおかげだという気持ちと、そしてもし俺を生かしておいたことが見込み違いだと思うことがあればいつでもそいつを使って俺を好きにすればいい。その二つの気持ちがそれなんだよ。そのつもりで実は裏書きに一筆入れたな。恩義平衡を忘れず、賞や罰を常に適切に与えられるという様子を例えた言葉だ。俺が背負っているものにふさわしいと思って書いたんだが、さすがにほとんど消えちまったようだな。
そういうことだったのか。しかし今その偽札を持った男が俺の前に現れた。それは俺だけにわかる荒川からのメッセージに他ならない。お前という男が荒川真澄にとって大切な身内だということだ。おやつさんが俺を大切な身内だと。荒川もその偽札の大事さは理解しているはずだ。だがな、それを手放しお前に託した意味をお前も理解すべきじゃないのか。だとすれば、カモロ町でお前を撃ったのは荒川の本意じゃなかったと考えるべきだ。撃ったのは殺すために撃ったんじゃなく、お前を生かして俺の元へたどり着かせるために撃った。違うか？今俺にわかるのはせいぜいここまでだが。いえ、ありがとうございます会長。そっか、やっぱそうか。うん、でも判断すんのはお前さんだ。俺は知ってることを話して。ねえ、いいんです、十分です、信じます。そうかい。ええ、俺の仲間も同じことを言ってたんです。俺にとっちゃその仲間ももちろん会長も信頼できる人です。だから信じれるんです。そして俺自身もおやっさんを信じなきゃいけねえって改めて思いました。春日。はい。お前荒川とは血縁か？まさか、そんなんじゃありませんよ。そうか。あいつはいい若い衆を持って幸せもんだな。親としてさぞかし鼻が高いだろう。荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい、そう考えております。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。ご容態いかがですか、元幹事長。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前にあなたはどうなんです。偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、
セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか。あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを塗ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが一年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。青2歳が。青2歳ね、覚えていますか。10年前、私が初めて政界に進出した区議選のこと。民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。もちろん民事党の公認候補として。どんな気分ですか。現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。おっと、長話が過ぎましたか。元幹事長、ぜひ長生きしてくださいよ。私は心からそう思っているんですから。綺麗に再開発された偉人町が完成した暁にはその目で見ていただきたいので。そしてその時の元幹事長の顔を私もこの目で見たいので。ここが春日君たちのアジト？なあ、遠慮することはねえ、くつろいでくれ。うん、まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば。どいつもこいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて。ちゃんと難波さんの許可をいただきましたよ。半順義から止めてくれなんて頼まれたら俺の立場的にも断れねえだろ。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの？現在
監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半順儀はともかく、蝶までここに引っ越してくることはねえだろう。引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来るか。人が集まる場所には情報も集まります。ここを有意義に活用していきましょう。情報か。その後ブリーチジャパンの方は、あんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか。警察？春日君ニュース見てないの？そういやここんとこ見てねえな。コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町、いや日本中で株を上げたよ。はあ？テレビも新聞も報道はこう。警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュ、そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパンってね。そんなの随分偏った言い方だな。それだけじゃありませんよ。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡したと。小笠原が死んだ？どういうことだ。俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろ。そうよ。あいつ近江連合に助け出されてまんまと逃げたはずよ。ってことはまさか。そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。正義のために殉死した革命の英雄に仕立て上げられてね。革命の英雄？なんだそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男。始末しなきゃいけなかったわけでしょ。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死って演出のおまけ付きってこと。くそ、敵ながらいちいち完璧な連中だぜ。どうしますか。今から警察に行って小笠原を拉致していたことを話してみますか。無駄だな。警察は真淵の息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。全てはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に若い。でも完璧って言ったってよ。ブリーチジャパンの連中がコミジュルに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかよ。そこは結果論ってやつかな。確かに不法侵入だけど、今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね。警察も検挙しようがない。このままだとコミジュルもハンピン・リューマンも偉人町に居場所がなくなることは間違いありません。そして我々に味方しかくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば早々に相談された方がよろしいかと。いや、俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡？荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って？これ以上まだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。そうですか。しかしその荒川真澄は春日さんを撃った張本人なのでは？おやっさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすために撃つとはどういうこと？まあその話は長くなるから今度酒でも飲みながらやろう。
とりあえず長も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。この先いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。賛成。地獄に送ってやるよ。いやいやいや、私の番ですね。やめんなよ。ようやく来たかい。浜子さん、これは一体。いらねえもん捨てるって言っただろう。こいつら私一人で出したんだけど、もうくったくたでね。残りはあんたたちに頼みたいってわけさ。布団買い替えるのかい。景気いいじゃねえか。あれ、誰もいねえ。女の子たちはどうしたんだい。あの子たちは一人残らずやめたよ。閉めるんだよこの店は。え？ああ、異人町再生シェルター。ブリーチジャパンの連中が浜北公園の先に作った施設さ。風俗で働く子やその家族が無料で住めるんだよ。無料で住める？じゃあ店の子たちはそこに。ああ、しかもシェルターじゃ職業訓練も受けられるし、ビザ取得のサポートもしてくれんだよ。日本国籍のないあの子たちにはこれ以上ない計らいさ。
本当にブリーチジャパンがそんな施設を作ったのか。これからは同じような施設を全国に展開していくってよ。ここもブリーチジャパンが買い取ってシェルターに建て直すのさ。でもここがなくなったら浜子さんはどうするんだ。困るだろう。その辺もちゃんと考えてくれててね、私をシェルターの寮母にしてくれるんだとさ。でも給料もいいし、世話焼きの私にはもってこいの仕事だ。困るどころかありがたいね。ありがたいって、前はあんなにブリーチジャパンを嫌ってただろ。以前は出てけ出てけって言うばかりのうるさい連中だと思ってたさ。でも今回こうやって代替えの案をちゃんと出してくれたんだよ。なんだかんだ言いながらちゃんと考えてくれてたってことさ。話によるとシェルターは青木亮の発案らしいじゃないか。なかなか大した男だよ。私は見直したね。こんなこと言っちゃなんだが、選挙のための票集めじゃねえのか。今度の衆院選が終わったらシェルターなんて知らん顔するかもしんねえぞ。うん、そうだよ。政治家がよく使う手だって。なんてこと言うんだい。あの人はそんな薄情な男じゃないよ。じゃあお前たちにうちの子たちを救えたかい。何にもできやしないだろう。今日だって青木さんはお忙しいところをわざわざ偉人町まで足を運んでくれてんだよ。青木亮が今日偉人町に。小笠原さんの葬式に参列するためだよ。青木さんはどんなに忙しくっても仲間のためならスケジュールを縫って駆けつけてくれる情の熱い人なんだ。それをお前らは大して知りもしないでつべこべ言うんじゃないよ。若が偉人町に来てる。挨拶に行くか。まあ、いろいろと聞くチャンスかもしれない。俺も堀之内との関係を知りてえしな。バカ、相手は時の人だぞ。そんな簡単に近づけるわけないだろ。やれるわよ。葬式ほど簡単に潜り込める場所ないんだから。なんで最後まで張り切ってんだよ。悪い、浜子さん、ゴミ出しは別の日でもいいかい。え、どうしたんだい急に。ちょいと野暮用を思い出しちまってよ。仕方ないね。なるべく早く来ておくれよ。お、悪いな。式場の場所わかるか。偉人町で葬式といえば中央通りにある斎場よ。野々宮の時に行ったでしょ。あそこか。よし、早速行こうぜ。小笠原君、君と初めて出会った日のことを今でも昨日のように思い出します。間に合った。ちょっと通してくれ。俺たちは3列じゃない。何、あなたたちもブリーチジャパンなの。いや違う、でも小笠原は知らねえ仲じゃねえんだよ。無理無理、今日の3列者は親族とブリーチジャパンのみだよ。線香の一本くらいいいだろう。俺たちマスコミだって入れないんだ。おとなしくモニターで見るしかないよ。本日の式場をここ偉人町に設けたのは小笠原君が最も力を入れていた町だからです。誰よりも君がこの町の再生を見たかったはずだ。半年前、横浜に家族で移り住み、不退転の覚悟で町を変えようとしていた君の思いは、私が誰よりも知っている。町を慈しみ、町を愛し、町に根付くことで初めて町の一員となれる。だから自分は偉人町の住人になると言った君の言葉に、私は強く感動した。
学生時代の学友として、同じ志を持った仲間として、そして君の親友として、本当に本当に無念だ。だが君が最も可愛がっていた後輩の久米君が君の夢を引き継ぎたいと名乗り出てくれた。君が命を懸けて作った道を必死に歩こうとしている人間がいる。こんなに嬉しいことはないじゃないか。だから私もその背中を押してあげようと思う。次の選挙、私は久米君をこの選挙区で男にする。これは民事党幹事長としての決意ではない。小笠原君、君の親友としての決意だ。私はこの偉人帳にかけた君の夢を必ず実現させる。それが叶う日まであと少し、天国で見守っていてください。彼の死を無駄にしちゃいけないわ。立派なもんだ、青木都知事。一番辛いのは青木さんだってのに。いい調子だったな。これで本当に小笠原殺しを青木が指示していたとしたら、とんだ名演技よね。あの野郎、久米を立候補させる気だ。何考えてやがんだ。おい、出てきたぞ。青木さん、久米氏に関しては正式な出馬表明と捉えていいんでしょうか。次の選挙、民事党の目標議席は。一言お願いします、青木さん。一言お願いします、どうか一言。総選挙への意気込みは。ちょっと押さないで。道を開けてください。はい、通して通してください。青木都知事、ダメだ、近づけねえ。先回りしよう。先回り？都知事が電車で来るはずね。どっかに車止めてんだろ。そりゃそうだが、美人町なんて駐車場だらけだぞ。全部見て回る気か？ねえ、前に週刊誌で読んだんだけど、マスコミに追われてる有名人って地下パーキングを使うんだって。追っ手を巻きやすいの。本当かよ。この近くに地下駐は。でっかいのがあるわよ。川沿いに入り口があるわ。よし、行ってみようぜ。
お。マジか。おい、気が気に入らねえ。余裕余裕。さて、なめんなよ。始末します。わかった。こっちはすぐに発信できるようにしておく。エンジンをかけろ。間もなく都知事が戻られるぞ。ピンがね。ナイスだぜ、サッチャン。行くぞ。おい、なんだお前ら。お前らここで何してる。通してくれよ、都知事と話がして。ダメだ、下がれ。限界態勢、不審者だ。知事、こちらへ。おい、俺たちは不審者じゃねえ。勝手に決めつけんなよ。だったら何者だ。
お前らマスコミじゃないだろ。都知事のファンだよ。握手するだけだって。ね？ダメだ。どうしても？ダメだ。ちょっとだけだから。あかん言うたらあかんのや。あかんか。あんたら関西の人ってか。せやったらなんや。つまり近江だな。ああ、否定しねえのか。都知事の警備が近江連合のヤクザか。驚きだね。アホ抜かせ。わしらは警備会社の民間人。関西弁やからって全員が近江連合なわけないやろ。勝手に決めつけんなよ。ほう、よく言うぜ。俺たちのことは不審者だって決めつけたくせによ。お前はどう見たって。まあまあまあ、ここは一つ落ち着けよ。なあ、お前らおとなしくそこをどけ。さもないと動くな。おいおい、随分物騒なもん出すな。火借りてえだけなんだが。どっくっていうか、民間の警備会社がそんなもんなんで持ってんだ。くそ、はめやがったな。まあええわ、バレてもうたならこのまま弾くだけ。安全装置外れてねえぞ。あ、嘘だよ、ど素人め。舐めやがってクソが。痛め、こいつら血祭りや。両腕を合わせ優勢試合。さて、全力で始末します。痛い目に合わせますよ。頑張ります。ラーメン。くそ。待て。てめえ。一番。大丈夫か。何してるんだお前たち。これは知事。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。いえ、はい、申し訳ございません。お怪我はありませんか。私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで、バックミラー越しに事態が見えたもので慌てて戻ってまいりました。さあ、今夜乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。お怪我がなくて本当によかった。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何卒ご容赦ください。では次の予定がありますので、ここで失礼いたします。なあ、なあ、
ねえ、いいや、待った。おい、ああ、おう、ねえ、なあ、こんなところで生まれたんだな、お前は。お久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。
どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか、どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか、あとこの体も気になるか。昔は車椅子だったもんな。全部答えてくれるんですか。ああ、病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。知ってるか、向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があってもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために名前変えたんですか。手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。はあ、どうした、おめでとうございますの一言も言ってくれないのか。素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか。政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。うん、はあ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか。だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。やつは一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか。じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか。どうだ。そりゃほら見ろ、リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒を見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る。沢城の頭が殺した鈴森って男は東条会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。それ誰にもわからないっすよ。いやわかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。え、そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。覚えてるか、大晦日に行った神室町のクラブ。へえ、若の彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな。若、いつからそこに。あの若。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るからそれで払っとけ。余ったら血拭く時にでも使え。
せ。そんな。行こうぜ。どうせ酔っ払いだ。何やろ。具合でも悪いのか。見るんじゃねえ。見るんじゃねえよ。起きろや。こんなところで寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。わざわんじゃねえ。ハムの町でヤクザおちょくるなんていい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、ハムの町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ。え、田舎のおもちゃ屋か。あ、おもちゃだと思ってんのか。本物なら撃ってみろよ。ほら、どうした。ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ、半端もんのくせ。てめえ、いい加減に。この男が鈴森。ああ、俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ俺は若の代わりに出頭したってことですか。そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。
それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか？絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。勤めを終えて出てきたお前を、あいつは、バーン！だろ？ひでえ話だよな。頼んだぞ、イチ。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ？なんで偉人町にいる？理由なんて。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。そうか、まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんですけどね。でも若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しいです。殺されると思ったか？お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。昔のよしみでな。その代わり条件がある。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな？じゃあ俺からも若に条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して、久米の出馬も取り消してください。何？生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。民事党内でも同じ見解だわ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか？俺の価値を知らしめさせるためさ。え？想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたら、その時民事党の奴らはどう思う？青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。久米は若の引き立て役ってわけですか？選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか？あのシェルターか？あれはなかなか役に立つ優れものさ。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな。捕まえる？ビザの取得をサポートしたりするんじゃん。まさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。そんな、それじゃ彼女たちを騙したのか？犯罪者を一掃して偉人町を再生するシェルター、名前に偽りはないね。じゃあ若は俺の条件を飲めないですね。飲めないね。
なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが。若の最後の情けを無駄にしやがって。愚か者が。ちょっと多すぎやしませんか。こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだ一番。うっ、おい、えい、お前らなんでここに。おら、どけどけ。逃げるわよ。ほら見ろ、やっぱり罠だったじゃねえか。中の連中ナイアゴロを取りこぼしたようやな。わしら控えの出番や。ええとこ見せて沢城の頭にアピールすんで。すっきり。おう、うちのレストルは軽くひねってあげましょう。私の番です。かかってきなさい。このピッフィクセル俺の番ね。ぶちかませ。よし、行くぞ。俺相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど案外普通でんな。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっちゅうのはどうでしょう。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさん、おやっさん、うるせえな。その言い草には昔から虫ずが走ってたんだ。まあまあ言わせたってやりましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。
おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな、解体ショーの始まり始まりや。両手を合わせたらビビってろ。さーて、全力で頑張ります。おい、来た。舐める。俺、来てみろ。これで終わりや。俺の番だな。逃げる。私の番です。どうしようかな。さて、俺の番ね。私の番です。やるか。頑張ります。かかってきなさい。見せてやる。なめんなよ。なめると痛いのにですよ。全力で。おい、来た。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。頭も驚くだろうよ。箱の中におめえの首を見たらな。めっちゃ気持ち悪いやつだったわね。オウミにはこんなのが、ワンサがいんのか。日本一の極道組織だ。これよりもヤバい奴らだってゴロゴロいんだろ。そんな連中がどんどん陰陣町にやってくるの、勘弁してよ。一番浜子さん、どうしたんだ。今シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ。あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。一体どうなってんだか。落ち着け、浜子さん。一緒に探してくれよ一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだよ。そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なんでこんな結果に。浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。ごめん、
めんよ。畜生。天子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、サッチャン。どんどん偉人町がぶっ壊れていくな。ハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか。俺たちも行く当てがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行く当てがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは。親もとっくに亡くなってるし、今さら行く当てって言われてもな。最後はとてもじゃないけど妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が？みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえか。でも賞賛があんのか。そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだってな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に近江連合、日本の表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの。バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった、もちろん分かってるって。よっしゃ。呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ。うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバー、サッチャン、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバーはどうなんだ。お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって本当にいいのか。俺がそんなに薄情に見えるか。こうなら地獄の果てまで一緒に戦って弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。決まりだな。どいつもこいつも今に見てろよ。
待たせ。ああ、まだあんのか。こんなに食えねえぞ。大丈夫ですって会長、食うのは若い俺らに任せてくれりゃ。私らはまだ全然いける、心配いらないよ。いただきます。さっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか。確かにうめえけどよ。じゃあ俺が議事進行しよっか。これが久米君、ブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するって御仁だよ。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めか彼ってわけだね。ここだけじゃねえ、全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。となりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからな。ちなみに星野会長は久米は当選確実って読み？まあな、久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、サポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人町は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊かな王国だったこの町を取ってこそその後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな、たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしてもこの偉人帳を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。ああ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。何がだ。だってそうでしょ、このままじゃやられっぱなしですよ。しかし、ほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ、さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。それや偽札作って偉人帳の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。でもあんたらみんなこの町の世話になってこの町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだ。もしこのまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。おい、ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った、僕は春日君に同感だね。お前、俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ孫妃も同じじゃない。今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。俺はハンピン・リューマン全員の命をあんたに預けたんだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。ここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って、力貸してくれ。分かった。星野会長、
俺からも改めてお願いします。お知恵をお貸しください。ああ分かったよ。まったく、ただご馳走するって言われてきたんだがな、すっかり乗せられちまった。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうするか。そうだね、目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。つまり。つまり？この町の選挙で久米が落選すりゃいい。久米を落選させる？どうやって？いや、まだそこまでは分かんねえですけど。でも、もしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえよ。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか。ならうちの暗殺部隊が。殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまでやめる気はないでしょう。勝つまでやめないか。お、それで。え？つまりこっちが普通に選挙で勝ちゃいいんだ。久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。でなきゃ若の花は明かせねえ。まあ筋は通っちゃいるが、久米より票を取れる人間と言われても。ま、相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰かお心当たりはありませんか。あいにく思い当たる人間はいねえな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいで、この町やまともな対抗馬が育たなかったからな。選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。じゃあいっそ星野会長が出馬ってのはどうです。なんだと。だって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし。いくら維新庁でも極道が当選するわけねえ。当選したら下で世も末だ。確かに。誰ら探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか。構わねえが、俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか。先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わない。だが立候補するには供託金300万ってのが現金で必要だ。300万、俺に用意しろと。でかい喧嘩を売ろうって人間がそれぐらいの金作らなくてどうすんだ。はあ、会長の言う通りだね。どうする、春日君。
おい待てよ一番、なんだよ急に大阪に行くって。荒川のおやっさんには助けがいるんだ。この俺の助けがな。三つから連絡があったんだよ。今おやっさんも蒼天堀に向かってるとこだ。なんで大阪に？俺もまだ詳しく聞いたわけじゃねえよ。蒼天堀っつったら近江の総本山じゃねえか。お前向こうで素性知れたらやべえだろ。よく考えろよ。でも助けがいるっておやっさんが言ってんだ。でそのおやっさんが大阪に向かってんだよ。だから俺も行くんだ。考える必要なんかねえ。足立さん、こうなっちまったらこいつは止めらんねえだろ。分かってるよ。ったく。でも一番よ、偉人町の方はどうすんだ。もうすぐ選挙だぞ。お前が青木亮に喧嘩売るって言うから俺らも付き合って今まで金稼いできたんだぜ。分かってる。とりあえず供託金の300万は作れたよな。その金は俺がこれから清流会に預けに行くよ。金はできても問題は残ったままです。まだ久米の対抗馬に立てられる人間が見つかってませんので。そいつは星野会長が何とかするって話だったろ。約束は守ってくれる人だ。こっちは金を用意して、あとは会長を信じようぜ。なるほど。では道中お気をつけて。ほらイケメン、勝手に見送ろうとしてんじゃないっての。本当に行くの？だったらみんなで行こうよ。いいね。俺大阪にはまだ行ったことないんだよね。いや悪いが蒼天堀行くのは俺だけだ。足立さんの言う通り、向こうは近江の本拠地、やべえ連中のど真ん中なんだからな。それにこれは俺の個人的な理由からだ。お前らを巻き込みたくねえ。そんなこと言うなよ。俺たち仲間だったはずだろ。仲間だから頼んでんだ。俺にもしものことがあったらあとは頼むぜ。勝手なことばっか言いやがる。まあとにかくよ、せっかく貯めた300万きっちり星野会長に渡さねえとな。行ってくるぜ。